皆さんおはようございます。ジョニエン TV 生放送始まりました。今日は、小岩ジョニエンネルの方からお届けしております。今日小岩の方でですね、出演していただいたのはですね、 BCV ですね、ベンチャーズの漫画なんですけども、まあ新しいというか、ベンチャーズは古いんですけども、まあそれをなんか新しいアレンジとか加えて、まあエンターテインメント性の高い素晴らしい漫画だと思うんですね。お届けしました。で、ゲストの、ドラムのね、コウタ君をお迎えしたいと思います。じゃあ、コウタ君よろしくお願いします。あれ、来ないのかなあ、今ね、化粧しておりますので、ちょっとお待ちください。京都の方ではですね、今日はハニーバニーがですね、盛り上げてくれたと思うんですけど、今日は、店長のゆうすけ君がギターということで、あ、さっきもちょっと Facebook の方で見たんですけども、アコースティックギターとか弾いたりしてましたね。で、結構お客様入ってくれたみたいです。はい、ありがとうございます。というわけで、明日小岩の方はですね、まあ、京都の方から行きましょうか。明日こういう京都の方は、今ちょっと確認しておりますが、そうですね、明日はジャズボーカルの麻生さん、麻生優香さんなんですけども、なんと日本のポップス業界を背負った、シャープ&ね、フラッツっていう、本当美空ひばりさんのバックとかやってるですね、やめてそれ本当やめて、真面目にやってるから、美空ひばりさんのバックとかをやった、本当日本のポップス業界を背負ったですね、ピアニスト、ジャズピアニストとして、まあ、京都の方に帰っている、藤井さんが大御所です。本当に大御所が出ていただくということですね。結構楽しみなんですけども、まあ、僕はちょっとまだ東京の方にいますが、東京の方の小岩ジョニエンジェルにはですね、JD ブラザーズということですね、ジョニー君率いる、あとですね、大輔君、桐生大輔ですね、ロックンロールの結構素晴らしい演奏というか、イケイケノリノリのロックンロールをお届けしてくれるんじゃないかなと思っております。まあ、ジョニー君とコウタ君はそこで本当は実は、ね、飲んでるんですけども、本当はね、出てくれればいいんですけどもね、はい、じゃあそういうわけで、今日はですね、まあ、本当 BCV もね、人気バンドでかなり盛り上がりましたけども、コウタ君が出てくれるということで、出るんだけども、なんかテーマ曲が必要みたいなんですね、なんか、テーマ曲があれば出るよということで、コウタ君の、あ、今日の名言、ブログのとかね、見ていただけた人は分かると思いますが、今日の名言は、コウタ君の方がの名言を使わせていただきました。ちょっとね、ふざけた名言でしたけども、なかなか面白いなっていう名言。コウタ君、ぜひ出演してもらえますか。はい、テーマ曲が今かかるみたいな。コウタ登場の名言、いろんなね、プロレスにですね、使われてる曲とかもあるんですけども、プロレスプロレスにいつ使われてる、こっち来ますか、プロレスにいつ使われてる、プロレスよくあるでしょ、プロレス登場のテーマ、ああいう これほら、この曲鳴らすとほらこれちょっと待って、これね、著作権絡むからやばいんだよ、著作権業界からちょっとクレーム来ちゃうんで、
本当にあの一部の国の地域では放送されなくなりますので、もしかしたら日本でもういいです、これあのジョニエン TV 終わりますんで、はい、マーティーよかったら出る、なんか宣伝する、いや、これ何もです、ありがとうございました、ジョニー君は明日、リーゼントにロックンロールということですね、大輔とジョニー、イケメンロックンローラー、若手ロックンローラーは、小岩ジョニーエンジンの方をやっております、京都の方はですね、新しとやかな感じですね、おしとやかな感じで、ジャズナイトという大御所も来てくれます、ぜひ、楽しみにジョニーエンジェルの方に足を運んでいただきたいと思います。今日はお相手してました、あっちゃんこと来たし、ありがとうございます。提供はミュージックポータルサイトライブの方からお送りしました。おやすみなさい、バイバイ。